ですね、ちょっと申し訳ないでした。従業員に厳しく指導して再発防止に努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いします。よろしくって言われたらね、まあこれから気をつけてということだろうな。気持ちっていうのかな。また、カラオケ行こう。